マイケル・スタンリー・マイヤーズはアメリカ合衆国のイリノイ州アーリントンハイツ出身のプロ野球選手。アイオワ州立大学出身。1990年にサンフランシスコジャイアンツにドラフト4巡目で指名されてプロ入り。その後、1992年にフロリダ・マーリンズへ移籍し、1995年にメジャーデビュー。マーリンズでは2試合に投げたが、 同年8月9日に、バディングルームとの1対1のトレードで、デトロイトタイガースへ移籍。その後、タイガースで大きく飛躍し、1996年と1997年の2年連続で、リーグ最多当番をマークした。しかし1997年11月に、サンティアゴ・ペレス、リック・グリーンと共に、ブライス・フロリーとの3対1のトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズに移籍する。 ブルワーズでは2年間で141試合に登板し、1998年には防御率2.70を記録するなど、リリーフ投手としての役割をしっかりと果たした。移籍後もリリーフ投手として活躍していたものの1999年オフに、カートレスカニックとの1対1のトレードでコロラドロッキーズへ移籍。ロッキーズ1年目の2000年には、 再三のトレードによる鬱憤を晴らすかのような回答を見せ、リーグ3位の78試合に登板し、防御率1.99という日の打ちどころのない成績を残した。2001年も防御率こそ3.60まで下がったが、それでも73試合登板という堂々たる数字をマークした。2002年開始前に JD クロッサーとジャックカストとの1対2のトレードで、 アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。ダイヤモンドバックスでは2年間で133試合に登板したものの、防御率の平均は5.03と不本意な2年間に終わってしまった。2003年のシーズン終了時にフリーエージェントになり、シアトルマリナーズと契約した。2004年シーズン開始後もリリーフとしてメジャーで登板を重ね、50試合に登板したものの、 防御率4.88と今一つだった。そのためウェーバーを経て、同年8月にボストン・レッドソックスへ移籍。レッドソックスでは25試合に投げて、防御率4.20とやや持ち直したものの、同年シーズン終了と同時にフリーエージェントとなった。その後、セントルイス・カージナルスが獲得するが、2005年3月29日に、マイナーリーグに所属する2選手との1対2のトレードで、 レッドソックスへ放出され、結局はレッドソックスでプレーすることになった。同年は65試合に登板し、防御率3.13を記録。左打者に対する左率、158を記録するなど、左打者封じとして効果的な働きを見せた。2005年シーズン終了と同時にフリーエージェントとなる。ニューヨークヤンキースと2年契約を結ぶ。 2006年は62試合で防御率3.23を記録したが、左打者に打たれるケースが目立つようになった。ちなみにシーズンオフにメジャーリーグ代表として、日米野球に参加したが、左打者である安倍晋之助にスリーランホームランを打たれている。翌2007年は55試合に登板して、防御率2.66を記録していたが、同年8月にヤンキースから放出され、 シカゴホワイトソックスに移籍した。ホワイトソックスでは17試合に登板したものの、防御率11.20に終わり、シーズン終了後にフリーエージェントとなった。2008年は、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加する。しかし、メジャーに残ることはできず、ドジャース参加のラスベガスフィフティワンズで10試合に、 登板したが、同年4月25日にラスベガスフィフティワンズに契約解除を申請し受理。フリーエージェントとなった。その後、現役に復帰することなく、現役を退いた。ポストシーズンには4度出場して9試合に、登板しているが、防御率8.31と相性が良くなかった。投球フォームが非常に独特な投手である。ややサイドスロー気味であるものの、 状態を傾けて投げているためリリースポイントが低く、事実上の左アンダースロー投手である。ステップ幅はさほど大きくなく、渡辺俊介のように沈み込んだりはしない。その代わり右足を一塁側に踏み出し、状態を傾けた体勢から投げ込んでいく。ありがとうございます。